あ、そうか。メモがあったのは、こっちだ。荒らされたバンカーでしたっけ？捨てられたバンカーとは、多分違う場所ですね。で、下に、人がいるかな、これ。NPC。いた。スカベンジャーか。こんなところで掘ってんのか。なんかもらえるかな。宝の地図。ありがとう。荒れた教域。あれ？ちょっと変わってる？気のせいか。荒らされたバンカー。周りがね、なんか、資材がありますね。あ、あ、意外と中に入ると、なんか変わってる可能性ありますね、これね。起動。インスタンスダンジョンになってますね。US アーミー。またいずれ来るのかな、これは、じゃあ。ん、なんか前方に、建物がついてるような。結構ついてる？前方なんだ、俺。なんだ、ここは。なんか街に出た？え？バレーガルディア。あ、ここだったのか。全然気づかなかった。あ、あ、やっぱりなんか、US アーミーの、いろいろ繋がってますね。ここら辺がね、アパルチアが、再建されようとしている。こんなとこにも、カルト教信者。なんでもない場所ですね、ここは。やるか？の数が多いな。プラズマグレネードあたりを投げましょうか。グレネード、あまり持ってないな。投げて、スナイピング、まず一体、ヒルン。あ、みんな死んだ？思いのほか効きましたね。やるもんだな。生き音は全て排除する。何かないかな？これは犠牲者か。あ、おっと、あ、ロボブレイン、普通にいますね。奴らの弱点どこだ？ボディと脳みそ。どっちでしょうね。とりあえずボディ。ぼちぼち効きますね。なんているんだ、あれ。全部やるか。あいつ危ないぞ。あ、デンジャーだ。デンジャーまずいな。一回逃げよう。コーション。この位置から、撃っていく。どこ行った？あれ、爆破できますね。当たってないかな。あと一発。まずは一体。保管器を集める。これで一つ達成か。次は高度計チップ。高度計チップは、西にある。なるほど。じゃあ、エドウェイの鍵、寄りつつ、そちら向かいますか。ここら辺ですね。ここはツリートップの場所かな？まさか上にいる？ツリートップの。目標が。未確認生物。ハニービースト。こいつら倒すか、じゃあ。意外と体力ありますかね、こいつらね。なんて言うんだ、これ。まだ交渉だが？デンジャー。デンジャーまずいぞ。逃げる。あた。蜂の群れが強い。うわ、うわ、壊され。危ない。すごい壊された。蜂の群れが、遅すぎる。殴るか。うわぁ。おーっと、恐ろしい。後ろに一体。まだセーフ。よしき様を。アタック外した。デンジャー。逃げるぞ。危ない。あ、あ、走られた。走られた。いや、まずい。これまずいぞ。ああ、死ぬ。ああ。無念。はい、アイテム捨てましょうね、またね。いたしかたなし。ここは近くに、ビッグビューの休憩所？それがあるんで、そこで立て直しますかね。こんなもんかな？全捨て。よし。まずは物資の回収だ。やはり無理はするもんじゃないね。敵いないかな？誰かが倒した後なのかもしれませんね。これチャンスだ。あ、フローターがわかんのか、ここは。そういう風に変更が変わったんですかね。オートコンバットライフル。ここら辺拾ったとしても、装備できない可能性が。クランベリーレリッシュ。これは経験値アップに必須ですね。登りましょう。ここもアイテムが豊富にありますね。石膏のメモもついでに読んでいきますか。ショートオートパイプライフル。アイテムは装備できない。
レベルが高いのか。ここの武器はどれも装備できませんね。グリーンのシャツとコンバットブーツ。これは見た目が相当いいんじゃないかな。なかなかいいね。ここは川の方向ですね。川が足りなくなったら、ここに来ればいいんじゃないかな。そんなことがあるのかどうかもわかりませんが。どれも武器はレベル50なので、全部解体しましょう。レスポンダーの消防隊長の衣装。これでいくか。マッチョ感ではなくて、ぽっちゃり感かな。こちらに、石膏の報告。内容は変わってないでしょうね。しかしこれを読む感じ、レーダーが荒れた教育にって書いてありますが、これは、メグたちのレーダーとは、違うのかな、この石膏は。荒れた教育にレーダーがいた頃は、まだあれですね、再生の日の前のことでしょうからね。ここの石膏は、メグたちの石膏ではない可能性が出てきましたね。まだまだ武士がたっぷりありますが、そろそろ一番上。あ、一番上まで来たら、これ取れるんだ。しかしこれ取った瞬間、ボスに合いそうな敵が出ませんかね。よし、では、これを取りましょう。江戸院の鍵、どうなるかな？特に問題なさそうですね。じゃあキャンプに戻るか。戻ってきましたが、さあこれを渡そう。鍵を手に入れた。ロニーと接触した。裏切り者の死を望んでいると。いいニュースがある。天才の名前が分かった？ブロンクス。誰だ？アジリティ4以上。すぐ殺しに行きたいと。ロニーは誰だ？エドウィンはロニーの叔父だ。ロニーの叔父がエドウィン。彼女、ロニーは女性か。メイですね。しかし、ロニーが実質上のリーダー。エドウィンはブラックイーグルに対してどう思ってるんだ？ちょっと因縁がある。可愛がっていたでかい猫がいる。しかし、猫は殺されたんですかね。猫を誘拐した。そして皮を剥いでディナーにした。それは恐ろしいな。怪我は送り返したと。よし、とりあえず殺しに行くか。場所はどこだ？まずはエドウィンの力がいる。奴を味方につける必要があると。次はブロンクスを倒す。クエスト完了。何か良さげなものはもらえますかね。設計図か。目標は北西にいるっぽいが。とりあえずこれは、また別の機会にしましょう。今はね、ペニーのクエスト。そちらを優先する。あ、パーマ忘れちゃったけど。ちょっと待って。大丈夫？パワーアーマーシャーシ。ちょっとあれ、なんかクエスト品が入ってましたよね。これ捨ててしまうと、ちょっとやばい気がすんな。パワーアーマーだけ回収しよう。あったあった。パワーアーマーシャーシ。あれ？パワーアーマーシャーシがないな。これ一回捨てたら、多分また拾いに行く必要があるとか、そういうことはあるかもしれませんね。まだあのパワーアーマーをね、何に使うかとか、目標がなされてませんからね。またデスクロアいるんですかね。いるとしたら、確定となりそうですね。この場所も。いる。確定かな？こちらのレベルに合わせて、奴の強さも変わりそうですね。しかしおかげで、誓えることはできませんね。ここ諦めるか、仕方ない。うっ、モスマンがいた。うわ、ああ、飛んでた。来るか。おっと、消えた。びっくりした。急に変なビジョンが流れたと思いきや、上からこちらを見てましたね、奴は。恐ろしいな。ん？ NPC がいる。入植者かな？それならば頑張ってほしいね。もしくはレーダーか。レーダーがいますね。レーダーベテラン。いざ頑張れ。いや、レーダー負けそうな、これ。そんなに強いのか？モールマイナー。モールマイナーは多少倒れてますね。どうだ？お、ここには相変わらず、ヌカコーラダーク、ヌカコーラ、ヌカコーラワイルド。これ確定なのかな？ダークにワイルドにクランベリーね。レイダーの基地で撮った写真、それをウォードに渡す。それで武士がなんか、もらえるんじゃないかな。ウォードは寝てますね。話をしよう。クレーターの写真欲しいか？キャップで買い取ることもできる。キャップは必要ない。そんなこともあんの？
これは何もらえるんでしょうね。評判かな。まあ、なやっぱり評判ですね。多少上がりましたね。目の前で皿を盗む。盗むとかそういうことにはならないっぽいですね。これは既存のシステムとは違う感じかな。何か作れるかな。そこそこ作れそうですね。パイプリボルバー。あ、レベル30作れない。粘着剤が足りない。マーチェットでもいいか。マーチェットを作る。これ頑張ろう。マヤラがいますね。卵があるから。あれを取れば食べ物にできそうですが、ちょっと守りが硬いか、これ。おびき寄せてね。そのうちに取得するとか。あ、向こうにも生えてますね。あれは取れそうだ。あそこに排水管があるけど。ああ、どこにいた。危ねえ。すぐ横だ。上になんかありますね、あそこ。卵が、あ、割れて、あ、しとれる。ああ、ちっちゃい割れた。大丈夫かな。弾取れてない、これ。子供ぶった切る。こいつらぶった切っても、特に何もなし。経験値のみか。うわ、また割れた、子供が。すごい。なんだなんだ。弾取れないじゃん、これじゃ。逃げよう。ちょいとこちらで、矢探ししますか。こいつら倒しながら。待て、レベル42。やれないことないか。よし、やった。移動しながらで倒しましたね。こいつはやれるか。あ、62。62厳しいかな、さすがに。足を止めずに移動するんだ。今、弾を拾ったけど、鉄砲はないかな。ここにはグールは、いる。42か。やれるかな。アタック!え?体力減らない。まずコーション。なんとか、倒した。危なかった。なんか始まったよ。アリキル。何かを殺す?なんだと?何かを殺す?何かが始まってしまった。ブロンクスを倒すじゃないの?あ、いなくなった。おかしいな。クエストは消えましたね。ここは誰かが消された場所ですけどね。ここにね、なんか痕跡ありますよね。目標は石灰の山かな?高度計チップ。なんか元に戻ってないか、これ。場所ね。おかしいな。彼女が持ってんですかね、ペニーが。まあ、それならそれでいいけど。一応戻るか、じゃあ。スコーチがいるので、買っていきましょう。こいつら武器を持っていそうですね。貴様らを、買っていく。一発で枯れない。4発ぐらいか。4発で倒して。アサルトライフル。セキュリティバトン。威力はどうかな?アサルトライフルは装備できる。バトンは悪くないね。あちらにも一体。あいつやるか、先に。アタック!あら、結構体力あるね、こいつ。デンジャー。マリナは殴るしかないな。まずい、死ぬかもしれない、これ。危ない危ない。ギリギリだ。ダブルバレルショットガン。おら、この野郎。あと殴るか。勝負だ、おら。おりゃあ、この野郎。あったー。負けるか。あー、死ぬ。おりゃあ。かわした。なんとか。しかし、瀕死。足に頭をやられた。ああ、何も言えない。死ぬ死ぬ死ぬ。隠しよう。スティンパーカー捨てないとね。ラットスタックのグリル。ラットウェイ。ちょっぴりありましたね。ヌカコーラクランベリー。ヌカコーラワイルド。目標はやっぱりあそこになってますね。ホンライトの内部かな。上の方とか。これは目標は上か、やっぱり。じゃあ行ってみよう。え、ちょっと待て。いきなり目の前に。危ね。レベル20か。ダブルバレルじゃ足りないかもしれないな、これな。やるしかないか、これ。一発、あ、一発行きた。一発やれて助かったけど。遠くにいますね。ホンライトのシェフ。奴はやるか。行くぞーパータックおりゃ一発で排除あいつは8レベル。こいつは一発かな周りにいなければいいんですが奴を殴っていくお、パーマとりあえずもらっていきましょう、これは。ジャンクも多そうですね、この部屋は。とりあえず困った時の投げナイフ。
これを使いましょう。これは、クマの背中を乗っていくのか。あ、いける?これが正解?マジで?ダッシュ?ほった!やったやったやった!乗れた!乗れたけど?目標が下になってんだけど、おかしいな。高度計チップ?1メートル先。どうやって取るんだこれ。取り方わからないぞ。せっかく登ったのに。取り方教えてくれ。とりあえず写真撮るか。面白い場所に到達しましたね。どれだ目標は。登っちゃダメなのかな。まずはアップで。1枚撮影。こちらで、1枚撮影。あ、普通に撮れる。なんだ、下から撮れんのか。これだけチップ。よし、これを、ペニーの元に持っていこう。こいつは倒していくか。三人称視点の投げナイフが意外と難しい。すごい体がビクンビクンしてますね。ありがとう。あなたさえよ。パーツは持ってきた。次は何だ?次?いえ。これで準備完了。次はファウンデーションで会う。間違って撃たれたりしないように。あなたが来ることを伝えておく。ガスマスクをつけて。ガスマスクをつけていくと。では後ほど。あなたのミッションの前に。次はページの元に戻る。じゃあ一気にちょっと戻りましょうかね。戻ってきました。ページ。ボルトに忍び込む方法。ドクターホンライト見つけた。彼女はもうここにいるのか?彼女は多分機材の準備。まだ準備をしている。余計な仕事もその前に。まずは仕事の話をしようと。次は障害がある。レーザーグリッド。ファウンデーションには経験を積んだスカベンジャーがいる。頑丈な施設への侵入に関して。最年少のスカベンジャー。それなら誰だ?彼女。女の人か。正直にか。彼女は思ったより。彼女はタフだと。しばらく一緒にいるから。レーザー網を破れる彼女。会って話してこい。名前はジェーン。俺はあの軍用レベルの。かなりの使い手のようですね。クエスト完了。入植者の評判がぐっと上がった。どれくらい上がるんだこれは。ライトマシンガン手に入れた。さらにピップボーイの塗装かな今。マーク7。ちょっとつけてみたいですね。では続きはまた次回遊んでいきましょうか。ではでは。